はい、どうもこんにちは、裏切りマンキーコングです。富士修行会にはい、というわけで、はい、ヤグラがまた来てくれたので、ヤグラ来ましたね。はい、まあでもね、あの前回取った時から結構調子はいいですよ。2254まで上がってますから。調子良さそうだったね。はい、うん、でまあなんとなくやっぱ落ち着いてやってますからね。うん、 UFJ USJ だわかまいたちさんのやつかまいたちさんのネタだから。あ、ごめんなさい、ダメよ、まるまるやってるからそれUFJ 言ってたでしょ、一人で。いや USJ な、うん、いや貫き通そうとすんなUFJ で行ってきたんですよ、あの大阪でお仕事あって。あ、女いただろ、バレてるぞ。いるか、あ、女いて横で俺こうやって、あ、一人で来てるよってやるか。まあまあ確かにリフレッシュはしてるんで、うん、心身ともに、はい、なんでこれはちょっともうやぐらで、今回も見ていただいて、コメントで大叩かれしてね、やっぱリフレッシュしないともうやってられないよねあのね、封じ修行会、いや嬉しいことよ、嬉しいことだけど、封じ修行会コメントが多い、本当に。いやまあそれぐらい封じが好きなのよみんな。ありがたいことに嬉しいですけどね、うん、はい。まあでも一応あのやぐらの方はね、うん、まあ、またちょっとその16連敗を乗り越えて、うん、はい、今1個ずつは勝ってったいるので、うん、今日はスメーシーモズク、スメーシーモズクのヤグラ、はい、はい、見ていきましょう。お願いします。はい、はい、お願いします。はい、まあちょっと今ねやっぱ気にしてるのが、その前にやってできなかったけど変えようってしたことをちゃんと忘れないようにするだろう、うん、そうですね、それ大事だね。はそれを、はい、うん、やっていきたいと思います。ミュート、はい、ミュートお願いします。まあ、ヤグラのモズクは、きちいと思うよ、正直。正直、きちいと思う、ホットは。褒めれないのよ。こっち二人来てる。まあ、ファーストアタック。くそー、ファーストアタック失敗ですね。無理しちゃった。やばい。多分このままノックアウトあるんじゃない。やっぱ初動なんだよな。その第一関門行かれると、じゃあ第一関門っていうか初動負けると、もう塗りがなくなっちゃって、完全にほら今マップ見ても分かる通り、ホットねもう終わるんすよね。なんでも超初動重要なんですよね。あ、でも味方が裏取りで謎にキル発生させて、謎に切りを、これを生かしたい、謎に切りを。あ、いいね。あ、とりあえず止まったの。OKOK、いいね。今、引こうとしたのはいいよ。味方がいたからね。味方に取ってもらうっていう意識超大事。なんか一人やられてる。そこにいるってことだね、敵は。うわー、一発が足んなかった。これね、こういう打ち漏らしなくさないと、勝てないですね、多分、僕は。ではまず、何ですかね、あ、やめたか、やべやべやべ、厳しいな。うわぁ、見たのか、見たのか。お、つけた。さあ、矢倉止めれさえすればまだあるけど、いたんかい、かな、うん、止まんないかな、止まんないんだよな、うん、即やられちゃいました。いや、やっぱね、初動負けるとね、うん、もう塗りが完全になくなるじゃん、特に初動、一番最初の初動。そうだね、あのだから本当に絶対量が少ない時ね、インクの。そう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 、塗らないで中央行って、うんうんるわけじゃん、初動。そうだね。左とかも塗らないでいってるわけだからさ。うんうんうん。もう初動勝たないと終わりなのよ。確かにな。あそこでダイナモやりに行くっていう行動自体はどう？あ、それは全然いいと思うんだけど、やっぱ相打ち取らないとね、せめて。そうだね。下にマニューバーいるなら、うん、相打ち以上取んないと。そうだね。あとはまあ金網、ダイナモ打ち漏らしたとこ。うん。あそこね。うん、あれは絶対取んなきゃダメだし。思ったより当たんなかったんだよな。一発目絶対当たると思ったんだけど、まあそこはちょっと、やっぱ女と言ってたかえ、それで出んのいやもうその USJ パワー使ってないから今全然。いきますよ、次も使ってもらっていいですか。じゃあじゃあ使えないね。もずく農園いきます。次はちょっと負けないです、はい、金網。
初動特に大事に、本当に。初動、初動、富士、初動、富士、初動。もうミュートにしてた。ミュートにしてたか。初動頼むぞ、マジで。初動だから、本当に。初動取ったら、ある程度塗り、ね、カウンも行かなくても。もう一歩前行ったか、ごめん。ナイス。ああ、なんとか、味方が。まあまあ、いいね。まだ、まだいい。味方がカバーできるうちにいるのは。まあでも、初動負けですよね。さ、でも、ちょっと、相打ちとかも、なんか、味方がちょろちょろ倒してくれたから、なんとかこの、あー、左引くのもったいないかな。あっちのあの、味方の行動が、正解だったとも思うけど、あ、でも止まった。ナイス、ナイス。味方がやってくれて助かりましたね。あれ、味方と二人で、自陣戻ってたら、多分、進める状況になったね、敵が。ここ入れたくないね。なんかいるよ。狙ってきた。後ろから来るぞ、リスから来るぞ。いやー、ごめんなさい。ああ、ゆうちゃん、ゆうちゃん。まあまあ、ああいうちょったら、進むか。まあ、飛んで。後ろ見なくていいんだけどね、あれ、本当はね。あんなもん、何もできねえから、塗り出してるだけ。もうないかな。欲しい。まあまあ、右から行った方がいい。ああ、まあ、ほっとだと、あ、これ中央潜伏でもいいか。いや、低いな、ライン。もっと高めに潜伏しなさいよ。塗り残ってんだから。なんか時間、試合の時間の使い方が。いやー、やらかした。よくないかな、今のも。いやー、見えてなかったんだ。ほら、進められちゃう。進めた方がいいんですよ、矢倉って。基本。進めるように行動した方がいいんで。守りになってると負けますからね。全ルール。もう攻めです。攻め得です。何も一緒だけどね。後ろいるね。矢倉の後ろいるか。矢倉の後ろ。守ってほら、いるいるいる。裏からもう行っても大丈夫だと思う。ここで取る。いいね、素晴らしい。そこ取れてたら割と仕事してる。なんならもうこれ前ででいいかな。うん、そこの角に入れない。寿司がいるはず。いやあはーい、そのミサイルしてない。オッケーオッケーオッケー。後ろか。違う違う、ミサイルで死んだんじゃないか。そうです。お、いいね。うん、ダメだ。矢倉周り意識が低いよね、味方も含めて。何のために敵倒してるかって、櫓進めるためですからね。効率のいい、こう、敵の倒し方と、効率のいい、ポジションの取り方を意識しないと、試合中、結構時間無駄に使ってることになるからね。いやー、壁打っちゃったね。壁打っちゃったね。あ、でもまあ、味方が、花壇取れてるんで、ちょっと頑張ってほしいとこなんですけど。あ、それ中央からちょっと怪しい、うん。もうこれはもう第二関門まで上げると思って動いた方がいいかもしれない。あ、でも矢倉乗れてなかったのか。あ、いいね。矢倉だ。そいつ、そいつ倒したい。
そいつ無視して矢倉の方見てもよかったかな。取れるなら OK。 うわーマジか、危ねえ。ちょ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 、変わんないっすよ。はい、うん、まあ初動負けちゃったけど、うん、味方がカバーで取ったじゃん。はいはいはい、まあ最悪あれでいいんですよ。だからまあおとりじゃないけど、うん、最終的にこっち側にちょっと有利になる状態になればいい、ね、そう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 、うん、一人で行って一人でやられて、うん、何も成果得られませんでしたが一番きついから、それだけないように。なるほどね、うん、今 USJ にかけた。いやいやいや、今進撃の巨人コラボしてるから。進撃の巨人やったの知らない俺。俺進撃の巨人って言葉知らない。何？進撃の巨人って言葉知らない。巨人って何？巨人は知れよ。いっぱい出るだろゲームで。知らない。小人しか知らない。え、なんでだよ。あんま出ねえだろ小人の方がゲームは。巨人の方がよく出るだろ。いやそう、初動やっぱちょっと意識が難しいね。もずくって、もずくの初動難しくない？うん、まあなんかそうだね、うん、敵の位置で初動を決めるのが俺はベストだと思ってんだけど。だそう、一応塗り見て、うん、あの上っていうかさ、マップでいう上が塗れてたらあっち行ってとかやろうとしてんだけど、うんうん、案外うまくいく。まああとそれ以上に味方の位置重要かも。あ、なるほど、そっか。左から入ってくれてんのか、うんうんうん、全員あの最短から入っちゃってんのか、うんうん、右裏回ってんのかとか、その辺で敵が見る位置変わるからさ、敵が向いてくれる位置変わるから、それをうまく利用して後ろから刺すとか、そうそうそう、横から刺すみたいなのしないとダメなんだけ ど、うん、どまあ、ちょっとそれも意識してもいいかもね。そうだね、ちょっと次はそれも意識しよう、うん、初動の、そうだね、初動は味方の位置意識するのすごい大事だね。おお、うん、それは全然もうはっきり言って全然意識したことなかった、うん、もう敵にしか見てなかった。まあね、敵にまあね、まあね何まあね、まあねだろうなってやめて、お前はみたいな。いますよ、次どこだろう、うん、ああスメッシオッケー、ミュートします。はいよ、よし。まあここは初動なんかボコボコになってすぐ第一関門行かれるってことは少ないんで、中央に入りにくいからね、中央が高くなっちゃってるから。左一人いる、もうそこ見るよね、そりゃあのシールド。うわお、うん、まあホットの塗りがあそこにこう一本出てたら、ああそこいるなってわかるからね。いいとこ行くけど、そうだな、初動こそ自分のインクに隠れてない方がいいと思うけど、ホット。さあ止めれるか、この位置。いやー、降りちゃダメだね、今の。上の高い位置取れてて、バック、上からポン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 できるんだから、今の突撃する意味ないね。しかもプレッサーも入ってくれてたし。あ、こういう細かいとこだろうな。いやー全然ダメじゃない、バカタレ。ウェブ、ウォッチョウォッチョ。いいえダメだこれ、ダメだ。初動を自分のインクに潜伏してたら、はい、絶対相手はバレ、相手にバレてるからね。もうあれバレてるからね。ずーっとあの分かってたのよ、あそこにいるの。ホット、あ、ホットあそこにいるんだろうなって上から見てるのよ。なるほどね、うん、で、そうかそうか、だからあんな時間かけようとホットがやられてない限りはずっと見てるのか。うん、見てること多いと思う。あと、あの なんで左高手前取れて味方がプレッサー打ってくれてんのに、うん、あそこ突撃すんのか。あそこ待ってよかった。いやいや、爆風上から落としてりゃいいじゃん。ああ、なんかあの、左、もう一人いてくれたじゃん。うん。あの人がそこいるから、なんか同じとこいたらあれかなと思って。いや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 、目的は何ですか、あそこに行った。上から矢倉を一方的に止めたいです。そうですよ。止めればいいんですよ。はい、なるほどね、うん。やるじゃなくてね。なんでリスク取りに行くのっていう。最悪下ろして矢倉戻しゃいいだけだから。うん、なんなら、危ないならポイズン投げて、プレッサー、
で、なんか止まってるの待ってから待ってるでもいいぐらい。うん、そうだね。ああ、そうか。あそこで突撃して、うわーって来てくれた方が相手からしたら楽よ。まあ確かに焦ってたな、完全にあそこは。うん、そうか、なるほどね。いや、なんか、体を、上からでも体出したら、やられるなら絶対やれる方行こうと思っちゃったんだけど、うん、結局やれなかったの。まあ、ブラスターの強み生かした方がいいんじゃないですか。あのごちゃごちゃ、矢倉あるごちゃごちゃ状況で直当てるって相当難しいと思うけど。確かに、上から打った方がいいね。うん。うん、いや、むずい。スメーシーの初動がね、全然わかんない。左から行こうとしてもさ。いや、インク出せないから無理よ。ね。うん。ちょっとおとなしくしようかな、スメーシーの初動は。おとなしくしてればいいよ。味方のインク使って動きないの。うん、で、味方が、なんかうまくいってるところに、もう一個かぶせていくみたいな。そう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 、もずくかい。もずくです。言ってきます。まあまあ、あれは一緒だもんね。うん、その、やることは。うん。OK。味方意識します。塗りは弱め。すぐ来てるのが割といいで。もう味方全員いるからね。中央周りで。あっ、おい。味方のカバー入りたかったけど。サンチ、無事だけ。俺は帰りたかった。あー。いやー、一緒に行ってあげたかったな、そこ。もうちょっとなんか、やりたかったね。4人いて。これはよくない。4人いて、もういい。対して敵も倒せないっていうのは、もう何かしら問題があるからね。そんなレベル差ある4人、あの8人が集まってないですから、ガチマッチって。ね。4対4やって1人も削られないってことないんだから、何かしら動きやっぱ悪いんですよね。ナイスナイスナイス。そうそう。へったくそな人と上手い人が将棋やってもね、コマ1個ぐらいは取れるでしょ。出るか。見てるよな、そりゃ。うわ、やれないんか、今の。デュアルの強いところですね。さあ、これ取る。ナイス。なんかまあ、第2カウント。ここで止まりゃいいっすよ。なんかあと、矢倉の後ろに1枚いるかな。いやー、後ろ来た。まあ、時間かけるとね、ディスカラクトしますよ。まあでも、二落ち、早く行ってください。どうしようかな。4人だけど。いやぁ。うん。うん。スパッタリも焦ってるね。もう第2関門まで上げてもいいぐらいで動いた方がいいですね、これは。うん、突撃だ。突撃するとね、負けますよね。あららら、あららら、あらら、突撃すんな。だってやってて何突撃すんなお前っつって撃ってたんでしょ最後くそ次引きすぎ。いやー、初動がダメだったな。そうなんすよ。うーん、4対4して、うん、あれ相手1人落ちた。落ちてないよね。落ちてない。そんなことある、まあ、俺プロの将棋の人と戦っても、うん、角で歩は取れるよ、うん難しいな。最初の初動でグッてね、あの角フードかしてグッて1個はいけるってこと。それすらできないで負けたってことだからね。いや、相当よくない。相手角4人でこっちフー4人だったのかもしれないけどまあまあ、その可能性も全然あるな。いやー、そうか。うーん、いやー、むずいなマジで初動。まあ難しいっすよ。俺も俺もまあこう言ってるけど、じゃあできるかって言ったらできないことも全然あるし、うん、ああ、だからその本当場面場面によるというかね、うん、はあ、なるほどね。いやー、ちょっとね、その初動の選びの経験が浅いんかな。今のでもまずさ、その左は2人いたらああなるとか、うん、真ん中ちょっと待ってみると
なんか微妙とかそういうの分かったじゃん。うん。最後の試合の初動、味方どういう動きしてたか分かってます？真ん中でみんなで行って、うん、2人が左から、左っつうか、なんつうの、マップでいう上からぐるって回ってったのね。うん、で、俺は、こんなんつうの、下側、マップでいう下側のところに降りてきたやつを見てて、で、ポイズン投げて味方がなんか撃ってくれてみたいな。うん、だから、まあこうなるべきだったところで、本当は。やるな。まあ、何々に分かれても別にいいと思いますけど。そこで、一歩遅れちゃったんだ。まあ、多対一しなきゃダメだよね。うん、そうなんだよな。ダメージ入れた？初動。いや、あの、ポイズンしか入れてないです。そこだよ、そこ。なるほどね。うん、もう50ダメージ入れりゃいいのか、とりあえず。50入れりゃ、味方が50入れりゃ倒せますからね。うん、うん。そこだな、なんかその、あれができてないな、まだ。リスクとリターンというか、なんだろう。自分がやったことの成果の、なんか、でかさが分かってないというか。うん、50ダメージ入れるで十分だったりする場面もあるわけじゃん。うん、なるほどね。まあ考えながらやってりゃ良くなってきますよ、初動なんて。ああ、まあでも考えながらちゃんとやったのは初めてかも。うん、その敵がいるかどうかは見たけど、うん、その味方がどこ行ってるとか、ここ行ったらやばいかなとかを考えながら、俺ちょっと一個自分の中で成長じゃないけど、うん、スメーシーの初動で左止まったの初めてかもしれない。ピタッて。あの壁に、ま、上がらないで、そうまずい、うん、で下がったの初めてかもしれない。今までだいたいポイズン投げて突っ込もうとしてみたいなやつだから、うん、だから結構なんつうののんびりって言うとあれだけど、うん、考えていいってことだよね、初動は。いい初動はね、うん、でああいう風にあれ無理かな、やめとくかってやっていいってことだよね、うん、うんうんうん、なるほどね、オッケーオッケー、なんとなくそれは見えてきたわ。それを意識しつつ、だちょっと、まあ、一番最初の方に、もう、はるちゃんが言ってくれてたけど、1秒待って考えろ、もっとやれとでね。まあ、言われたなら。だいぶ前のやつで言われてます。言われたなら、そうですよ。はい、そりゃ。忘れてました。忘れてました。また消してたか。まあ、でもね、今、編集も私してるから、うん、2回見れるから、その編集で1回見て。いいそうそうそう、うん。すごいね、今いい環境にいると思うんで。アンパンマンの磁石のこの、これの頭はやめてください。頭の。いや、下のビーってやったら全部消えるやつ、ね、懐かしいな。あんのかな、今もあれ。あるんじゃないあれ。あれはもう永久にあるものでしょ。大丈夫です。ちゃんと。ちゃんとわらばんしに。わらばんしに、すってますから、ちゃんと全部、はい。お願いします。消えないように。はい。というわけで、頑張っていきますので、応援お願いします。はい。というわけで、またお会いしましょう。さよなら。はい、さよなら。チャンネル登録お願いします。